赤マイン川は、マイン川の二つの源流のうちの一つ。もう一つの白マイン川よりも長い。この川は、フレンキシェシュバイツーに湧き出し、クルムバッハ近郊で、白マイン川と合流する。全長55キロメートルで、標高差283メートルを流れ下る。この川は、ローム室の土壌から流出する。特に降雨の後は、多くのデードが川に流れ込み、 かつ色の濁った色をつける。このため赤マイン川と呼ばれる。赤マイン川は、バイロイトの南10キロメートル、黒い線ヘイラスロイト地区近く、リンベンハルトの森の海抜581メートルの地点から流出する。水源は、細長い木製のトイで、1907年にその上に石碑が置かれた。水源は、 フレンキシェ・シュバイツフェルデンシュタインの森自然公園内に位置している。この辺りは地質学上はジュラキ中期の地層にあたる。直線化されたバイロイト下流部のマイン川赤マイン川は最初南東方向へ流れ、その後北東へ向かい黒い線を通過する。ここから川はほぼ北向きに進み、バイロイトのエレミタージュの裏で西に向きを変える。バイロイト市内を 東から西に流れる。市内では1970年代からコンクリートの護岸工事、暗許可工事が行われた。バイロイトのフォルクスフェスト広場付近で川は二筋に分かれる。南の川筋は水車用運河であった。バイロイト付近にはかつて多くの水車があった。水量はある程度一定となるように工夫されている。この運河は ミュンツ通りまでは地表を流れるが、九州中央銀行の裏手で、トンネルの中に見えなくなる。その後、北の川筋と合流する直前に、再び地表に現れる。北の川筋は、通常は、ほんのわずかな水量しかないが、洪水防止用の川床となっているため、大変に幅の広い構造になっている。こちらの川筋も、一部暗渠化され、二つの公園の下を、 通っている。バイロイトを後にした赤マイン川は、北西に向かって、蛇行を繰り返し、幅の広い渓谷を形成する。この川沿いに、ハイナースロイトやノイドロッセンフェルトの町がある。クルムバッハの南、シュタイネンハウゼン城付近で、フィヒテル山地ビショフスグリューン付近で湧き出した、白マイン川と合流する。赤マイン川は、全長 73km。 白マイン川は 52km である。フィヒテル山地協会が整備した赤マインニューホ道が、水源近くから設けられている。遊歩道には白地に赤で、M と記した標識が付けられている。全長 60km のこの遊歩道の行程は、赤マイン川水源黒い線アイマースミューレ、シュレーンベルクエルミタージュバイロイトマルティンスロイト、アルテンプロスグリュングラーベンイエスライン。 ランゲンスタットアファルターホーフカッチェンロイト、クルムバッハ近郊、シュタイネンハウゼン城である。オーバープファルツの森教会が設けた、マインミス遊歩道も水源近くからスタートする。こちらは、白地に赤い斜め十字の標識である。全長 93km のこの遊歩道の工程は、赤マイン川水源黒い潜在とビッツ。 フランケンベルク・ノイ・シュタット・アムクルム、エルベンドルフ・ファルケンベルク・ティルシェンロイト、グリース・バッハである。ありがとうございます。